ボンジョルノ、あっちゃんです。カメラをで、録画ボタンを押されてて、いつものね、ルーティンの寝起きのボンジョルノ、あっちゃんだができへんかった。もう顔洗っちゃったからすっきりしてます。はい、ということでね、おはようございます。お弁当作りしていきましょう。昨日ね、ちょっとお出かけしとってね動画編集ができへんかったからね、昼間。だから、夜やってたからね、終わったんがね、2時過ぎやったん。で、今、5時です。はい。3時間。睡眠。それでも、バチ、お目覚めです。最近体調いいです。はい。ということでね、喋ってなんと作ろう。さあ、準備しようね。はい。テンション上げてね、行きましょうね。朝からね、どうしてもね、眠かったらテンション上がらへんけども、テンション上げてお弁当を作っていく。それでね、目を覚ましましょう。はい、こう調理ご飯お供えしていきます。あ、出てきました。では作っていきましょう。味付け、まあ、考えてないんですね。
これはバジルトマト。結構ね、美味しいねよ。よいしょ。多分トリュフにも合うはずやね。まあ一回やったことある。これも美味しいって言ったからね、これ。トマトあかんくせにね、こういう加工したトマトとかいけんの。まあ一回トマトを、プチトマトの完熟を卵の中に入れたら、美味しい言うとったからな。熱入れたら多分いけるはずやね。今日はね、シソ、バジル、イタリアンハーブと、イタリアンなのかな知らんけど、洋ハーブと和ハーブ、組み合わせ、ジャパニーズハーブのシソは。出来上がる。綺麗よ。よいしょ。今日めっちゃ綺麗に焼けたね。よいしょ。よいしょ。いい感じ。ちょっと薄い。OK。昨日ね、下ごしらえして、でやったお肉、これをしとくとね、楽でしょうってことで、ポコンと乗せて、入れていきます。これでね、2日分ぐらいは解凍して、解凍が冷凍してないんで、もうザーって焼くだけでいけるはず。で、残りは冷凍してあるからね、都度都度、前日ぐらいから冷凍かけていいから、使えるんですね。あ、そうですね。あるんですね。粉、塩して粉してあるから、ちょっと油を引いてあげた方が、全然味のはずね。下味の塩もして
こだけれど、これを使ったかったの。だから、お肉結構、なんていうの、朝から、フライパンの上で火をたんでですね、あれ結構、やりながら怖かったよね。そういうやけどきそうです。大量に買って焦がしてたらしいのね。なかなか取り出すのが、面倒くさくて、丁寧に。これはね、隠し味にオイスターソース、トリットマヨ、トマトリット、これね、仕上げ味付けはトリュフのブイヨン。今日はね、キノコの風味香る焼き肉。あ、多かったかな。濃い味が出たわけだね。おいしい。味付けは間違いない味付けに仕上がったよ。また家でも美味しかったかもわからんけどね。で、舞茸をいっぱい入れたって喜ぶでしょ。で、100g でね、120g で、ちょうどこれ 100g で多分いっぱいになると思うね。20g ぐらいこれね、光るようにとっときゃちょうどいい感じ。なっちゃんの座り。今日は。きんぴら。あれ、時計止まってるぞ。やばいぞ、時間が分からへんぞ。人参多かったかな。欲しいな。
焦げるかな。すごい吹雪を吹いた方が良かったかな。やばいなこれ。こういう時はね、リカバリー。そう、ここを拭きます。熱っ。焦げはね、苦くなっちゃうからね。どんな作り方で。ちょっと逃がせ。うん、まあ大丈夫か。もういいかな。うまい。いけた。はい、これ切っていきましょう。ちょっとね、今日はまな板がちっこいからね。すっごいね、今までこれ使ってたのに、あ、横に使ったからか。そうや、このまな板は縦に使わんとあかんね。なんか使いにくいなと思ってた。よいしょ。するとね、こう置けるんで。これね、長らくこれを縦で使ってきたのに、白のまな板を買ってからね、これのカツダの使う時ってあんまり使わへんのよ。これお肉の時とかぐらいしか使わへんから。それもお魚使って洗った時はお魚のまな板と一緒に使うんやけど、お魚ってね、あのお肉と併用して使う時はこうやって使ったりするからね、まあ、どっちかって気分そんなんもあるから、使い勝手が悪くなってきた。買おうかな、また。これもね、ダメや、溶けとるからね。買い替えてもいいんやけど。お肉用のね、まな板。ただ、大きなまな板欲しいんやけど、邪魔なのよ。で、これ。これ。で、つかぶりタコさんウインナーよいしょ。さすが入りせや
チキンカレーカツをね、チキンカレーカツを入れて、ハムのお花を作ろう。ハムのお花を作ろう。ジャングルっぽくなる。はい。完成です。はい、できました。今日の、お弁当は、トリュフ香るきのこ炒め、あ、違う、豚肉のトリュフ香るきのこ炒め。で、しそバジルチキンチーズの、あ、違う、しそバジルトマトチーズの卵焼きで、きんぴらごぼう、チキンハム、茶はチキン、チキン、カレーチキンカツか。で、ハムとブロッコリーのお花、で、チーズはんぺん、タコさんウインナー、あんま見えへんけどね。以上で完成です。ちょっとね、ジャングルっぽく、緑が生えたね、今回ね。はい、ということで、彩りを意識したら、こんな感じになりましたということで、今日のお弁当、完成です。はい、ということでね、今日ちょっと寒がってね、ふわもこパジャマを出してきてまだ着てんねんけどもね、いやちょうどいい、これで今ぴったりちょうどいい季節が、これぐらいが一番じゃ好きなんよ、過ごしやすくて、ね、この前からちょっと異常に暑かったからね、しんどかったけどもね、で、まあ気温がいいからかなのか、ちょっと最近睡眠時間をね、意識してとってる、いや、昨日は3時間しか寝てない、でも、なんか体調がすごくいいです、はい、それはお魚のおかげやとあっちゃんは勝手に思っております、はい、お魚かな、ここ最近サメをちょっと食べたからサメのおかげとは言い切れへんけども、いろんなお魚を食べてることちゃうかなって、こんなもんはね、1日、ローマは1日にしてならずです、はい、人間の体調は1日にしてならずってことでね、やっぱりいいものを食べ続けるっていうのが大事だと思うね。ここ最近ちょっとまたお肉をよく食べとんねんけどもね、よくってことはないけどお肉を挟んでんねんけども、やっぱりお魚大事なんでね、昨日ハマチ美味しかった、そんなんどうでもいいねんけど、言いながらね、おとついの夜は体調悪かったんやけどねはい、まあ、そんなことはどうでもいいんやけどもね、子供を起こす15分ぐらい前に終わった、今日は早く終わりました、トータル動画を回すのがね30分弱ぐらいでね、いつもだいたいね、動画回してるのね、45分とか回したり、下手したら1時間回す暇あんねん、お弁当作るのに、手こずったら、1時間回したらちょっと遅れてまうんねん。でも、早く起きた日なんかやったら、なんか知らんけど、ダラダラして、時間いけるわと思ってまうんやろね。自分の中で遅くなるのかからんやけど、今日は30分も動画回してないんでね。そう、それはやっぱりね、豚肉を先に処理して、下味つけて粉振って、ひとまとめにしたって、それが多分大きかったんちゃうかな。で、あとまあ、野菜ちょっと今日は、切った人参とピーマンだけ、あとはあれやったからね、ごぼうも切ったわ、まあなんやかやですよね、まあ、いつもの工程よりちょっと短かってた気がするけどね、まあ、楽でした、はい、ということでね、まあ、いろいろね、そんなんをしながら研究しながらまたまた、お弁当作り頑張っていきたいと思います、はい、なかなかこの豚肉縛りで作るっていうのは難しいよね、そろそろネタが尽きてきそうやねんけどもうん、でもね、もう同じもんばかり作って飽きたって言われるのもあれやし、逆に飽きた言うて、もう豚肉絵は違う肉に変えてとか魚にしてとか言うとくれたら嬉しいんだけどね、結構ねダメなもんがあって、お魚を入れないで、豚肉をメインでいって、まあ、そんな感じなんで、それ以外はね大体何でも食べてくれる、うん、だからまあこれからもねちょっといろいろ頑張っていろんなものを作っていきたいと思ってるあっちゃんでした、はい、ということで今日のあっちゃん
のお弁当作りこの辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんのお弁当作り良かったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録してくれからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。